両手投げの鬼です。今日は対戦動画っていうことで、いやもう本当にめちゃくちゃ大好きな YouTuber さん、僕が一番視聴してる YouTuber さんがここのね必勝ボールに来てくれたんで紹介します。どうぞ。ありがとう。どうもハウスモーラーの松です。よろしくお願いします。はい、今日はお呼ばれしましてありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。今日は僕はリアクティブで松さんがウレタンボールで1ゲーム勝負したいなと思います。はい、でハウスボールの対決とかも、はい、やらせてもらったんで、またそちらの方も見ていただけたらなと、僕のチャンネルの方でね、あ、そうですね、撮らせていただいて、はい、もう壮絶なね戦いがね初めからもうすごい試合で、はい、でこのマイボール対決、そうですね、どうなるかという、はい、やっぱ勝ちたいですよね。やっぱ好きな YouTuber さんやからこそ勝ちたいんで、はい、嬉しいですけどね、尊敬の意味を込めてやっぱ倒したいなと思います。はい、では対戦1ゲームお願いします。お願いします。1フレってやっぱり緊張します。ずっと緊張する。1フレーム目ってほんまにずっと緊張するんですよ。そうなんだ。なんかね、この一発であと全部やる気決まるみたいな。あ、まあ確かにね、バッて決まります。いや確かに、はい、いきましょう。これ決められるのも嫌だな。出ました、天品。めっちゃ苦手な天品。さあ来ました。いやこれはさあ来ました、天品。これは来ました。ただもうマッツンチャンネルを見ていただいているので、はい、天品はね天品はもう外さないですよ。プレッシャーが、まあ、あの動画見てるんで絶対撮ります。絶対撮ります。いけるはずです。いけるね、そりゃそうよね。さあマッツンでございます。ごめんなさい、完全に裏で取っちゃいました。裏なんだあれは、はい、まあ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 これもね、これもボーリングですよ。10ピン倒したらこれもボーリングですよ。とマッツンチャンネルの方はもう倒しゃいいっていうねコンセプトですから、はい、ただやっぱよそのチャンネルに来てるんで、うん、こんなことはいけないですとか美しく美しくね、テンピン聞いていきます。はい、お願いします。嬉しい。マツさん、YouTube ありがとうございます。素晴らしい。いや嬉しい。いやでもマツさんリードしてるんで。僕一投目ああいう風になる時、絶対安定しない証拠なんで。なるほど。怖いですよ。なるほどなるほど。気合入れます。いやそうね、ここは。いやでも難しいですよね。さっきハウスボールからのフレタンやから、確かに確かに、リズムが感じるんですよね。若干ねやっぱハウスボールに曲がるんですよね。立ち位置とかね切り替えないといけないから、ね、なるほどなるほど。ああ、ここでまたストライクとか取られたら嫌だな。そうね、プレッシャーを与えたいと思います。確かに確かに、ここはね得意なレーンなんで。ホント23が相当すごいんですよね。綺麗な、完璧だわ。幅があるんですよね、感じ。23はマッツンのストライクとえらい違いだったな。言うな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 。こっちでね、こっちで見せとこう。これはおお危ない。あれボーリングあるあるなんですよね。ね、一つをねこうカポン。なるほどなるほど。一本だけ綺麗に。なるほどなるほど。スコアが逆転したんで。ちょっと逆転。なるほど。そうか、これを逆転と呼ぶのね。ストライクとスペア。なるほどなるほど。いやーこれは負けられへん。ちょっと天品先出たんで。はい。ちょっと薄め狙います。なるほど。そうですね。こっちのチャンネルはこうやって教えてくれるからいいですね。そうね。おっとおっとおっと
人の失敗で喜ぶデータ、ね、出しすぎると返ってこないんで、ここは本当にむずいでもへえ。あそこまで行くとボールが返ってきてくれないんですよね。なるほど、突き抜けちゃうんですよ、ね、そうなんですよ。へ難しいなよしよしマッツン、マッツンとしてはね、この隙を狙いたいね。うまい。うわすごい、もう投げた瞬間にお兄さんがあうまいっていうすごいな。これがアジャストですね。これが調整ですよね。へまさかね、アジャストが聞けると思う。いやそうよ、ね、一回も言ったことないうちのチャンネルでアジャストなんて。うまい人って修正する力が早い。なるほど、実力者ですよ。目上手すぎる。頑張ります。頑張りましょう。これはね、アジャストしてほしいね。合ってる？書いただけです。さあここ。うおお。ナイスカバー。すげえ。YouTube 映えしますかね。YouTube 映えします。ショーツです。ショーツ出ました。ショーツ出ました。ショーツありがとうございます。もうショーツはお兄さんのお箱ですから。僕の2番なんで。本当に。出たー。勝てない。かっこいいな。スコアまた逆にしましたね。うわーすごい。シーソーゲーム。ダブル持ってきた方が結構、ね、なるほど、一気にグッとこう前に。なるほど。これはダブルの勝負になってきてるんだ。ダッチマンの可能性もあるな。いきます。さあ。うわっ。おお。なんかものすごいとこが曲がるとこが気づいた。あんなとこ曲がるのかと思って。曲がりますよ。そうなんだ。曲がるゾーンがね、多いよ。あったよね、まあでも。まあでもあそこ残りはね、まだまだまだ。まだ僕が取ってまだ。まだ逆転逆転します。そうだ、ね、お得意の、お得意側ですから。いや、そうですね。結局、お互いがお得意レーベル取っていく。確かに確かに。薄めに入った。お兄さんのなるほどっていうのはどういうことですか？いや今ちょっとオイルが真ん中結構濃いんですけど、はあ、濃いところに乗せてしまったんで、はあ、なるほど。ダスボール遅くないのかよ完璧だったんだ。完璧な説明か、完璧でしたか。いやでも本当そうです。真ん中のオイルを使う時もあれば、はあ、使っちゃダメな時もあるんです。今は使ってしまったっていうこと。そうですね。あれなかなか大変なんですよ。そうなんださあここはね、ここはもうこれはもうさあ、このお兄さんの残り方っていうのは難易度的にどうなんですか？あ、結構難しいですよ。7割ぐらい取れるかな。あ、そんな、なんか固まってるから簡単なのかなと思いがちですが。そうですね、結構角度をつけちゃうと、はい、一番後ろのピンがこんにちはってこう残っちゃうんでなるほど。割とまっすぐ入れるか、ほんまにあの真ん中のピンと右のピンの間ぐらいを斜めからこう切るぐらいなんと。なるほど。ボールでピンを倒せるときついですね。へえ。意外とあのほんまに気抜いちゃったら失敗するパターンが。なるほど。これはなるほどなるほど。さあいった、これはいいところ。すごいな、完璧でした。しっかり取ったね。しっかりでした、ね、素晴らしい。さあこれはいや4ピンね、マッツンさん勝ってるで。なるほど、同じスペアだけども1投目の差でちょっとあるという。本当にそこの差で今っていうこと。そうですね、だから、うん、スペアの後6出しちゃったんでそういう感じになって。そうかそうかそうか、そういうことか。カウントが悪くなってます。なるほどちょっと差がつきましたと。ただこの怖いな、ジャッジマンの時って怖いですよね。どっかでね、目入れたら抜け出したい抜け出したいさあ、いいとこ。うまいっすうまいっす、いただきました。うまいっす、ラインの取り方がうまいっす。へぇー、マジでうまいっす。あのコントロール欲しいっす。あ、コントロールいいんですね。めちゃめちゃいいっす。へぇー、コントロール褒めてくれるんであればですけど、パワー欲しいっす。なるほど、このパワーが欲しいっす。コントロールのマッツン、パワーの鬼みたいな。だいぶ押し切ってるんで、パワーで。へぇー、パワーの鬼の方が強くない。
ジャスト、ね、これがアジャスト。ありがとうございます。本当にすごい。これヨンピンさんのままです。これヨンピンさんのまま。うわー。いやでもバトル史上一番焦ってるかもしれないです。熱い。熱い。熱いですね。いい競り方だなこれ。まあ、前回のハウスボール VS も熱かったですが、今回もね、よりシビアに熱いですね。もうこういうバトルはしんどい。いやー、しびれますね。さあ、天品が残りました。24もついな。問題の天品でございます。得意な23なんで。そうですね、ここは取っておきたいですね。こっちで取られちゃったのはでかいんですよ、だから。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。もう次はバッチコモンで決めて。うわ、手応え的にはあったみたいですが、さっきまでやったら多分ストライクやったんですけど、オイルがだいぶ変化してきて、自分で削ってるんで、オイルを、どんどんなくしちゃってるんですよ。自分で取ってやつですよ、これ。そこまで言葉使うことは。松尾さんと使ってるラインが全然違うんで。あ、なるほど。おのおののラインで使ってるから、へー、自分で自分を苦しめてるってこと。そうなんだ。まあ、それはマッツーもしかりってことなんですよね。そうですね。さあ、さあ、ここを落とさない。これなんですよ。じゃあ多分見てる人普通にあ、うまいなぐらい思ってるかもしれない。めちゃめちゃ無理です、天品で。僕的にそれだけ取れる無理だと思って。天品の方が。そうなんだ。それを真顔で取らはる。作業みたいな変顔で撮ることはないですからね。そうね、確かにね。いやー、これちょっと差が縮まらないですよ。いや、本当にめちゃめちゃ栄勝すごいわ。やばっ。とてつもなくいい勝負ですよ。そうだね。あー、素晴らしい。これは素晴らしいですね。いや、めちゃめちゃいい勝負ですね。いい勝負、本当にいい勝負。やばー。ヨンピンさんも思ってた。これはすごいぞ。いやー、楽しいねえ。こっからですね。ただ楽しいって言いながら集中をどっちも切り当たってる。そうね、外したら負けやと思う。確かに。絶対外す。いや、本当に本当ミスった方がっていうね。さあ、どうだ。あー、ちょっと入りすぎた。あー、やっちゃったな。ここはどうでしょうか。ここで差つけられるかな。いや、これは差つきました。やっちゃった。ただお兄さんが、まあ、ちょっと苦手とする24の方ですが、どうでしょうか。あー、いた。どうだ。おっと、出た。これが出ました。このレーンのやつ。いやー、このレーンのやつ出しちゃったんですよね、外に。で、またなんで同じタイミングでやらかすんで。いや、本当に。まず真ん中だけ射抜いてください。さあ、じゃあここはもう是が非でも取っておきたい。いや、取っておきたいですね、ここは。取っておきたい。お、これは、これはやった。さっき言うてたやつ。今で残る。おい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 。あー、ちょっと手前でボール離しすぎた。そうなんだ。おったら逆転です。さあ、これは取れたらショーツでも上げれるし、ショーツチャンスでもあり、ウイニングチャンスでもあるという。ここでミスをして、うわー、しびれますね。これはしびれるぞ。めちゃめちゃいい勝負。まだまだ目が離せません。これはしびれる。これはすごい。いやー、これは勝ちたい。これは勝ちたい。これはそうですね、お互いが相当熱いですね。いやー、これね、これはこんな楽しい勝負になるとは。ちょっと稀に見る熱戦。
ちょっとじゃちょっとプレッシャー与えます。そうね、ここはプレッシャー与えていこう。アジャストできない。なるほど、ちょっと乱れたままという。乱れたままだ、こっちここ取って。さあね、お兄さんの得意な方で。難しいレーンになってるな、これ本当に。そうね、本当に似たような、ずっと似たようなことする。いや、悔しい。だからちょっとお互いが我慢のボウリングに入ったって感じですね。我慢ボウリングですね。ちょっとやばい。さあ、ここは外したくないマッツン。さあ、素晴らしい。安定感が、安定感がすごい。さすがの安定感。緊張プラスで全然手元が。わかります。安定しない。ね、これは決めた。おーい。なんていい勝負するね。マジでいい勝負。やば。普通何フレぐらいになったら勝負大体わかるんですよ。こんなどっちかとかわからない。本当にすごい。気が気じゃねえこれ。投げてる方がね。めちゃくちゃ面白い。いや、勝ちたいな。これお兄さんのチャンネルだよ。超面白いじゃん。欲しいわこっち。こっち欲しいよ。わー、チャンス到来です。さあさあさあ、本当に我慢のボーリングが続いております。僕の切り方が違うな。プレッシャー与えます。緊張しすぎて言葉が出てくる。きたー。それはきつい。ここに来て強い。それはすごいわ。そこで乗ってくるはず。ここはつなぎでおきたいところ。うまい。はあ、最低限すぎる。さあ、勝負はラストフレーム。6ピン差が4ピン差だったらでかい。でかいですね、これ。ピン筆で。これは どっちがどっちってことですか。お兄さんが4ピン勝ち。いや、4ピン、マッツンがまだ勝っている。この点フレ勝負、マジで点フレ勝負。やば。僕がダブル出したらかなり有利です。なるほど。行ってきます。お願いします。さあ、お兄さんはここでもう一発取ったらかなりでかいの。かなりでかい。さあ、ダブルを狙っていく。おお、ちょっと浅いか。浅いし、向こうにあるのかな。これちょっとまずい。まずいな。縦に2本並んでいるというのはちょっと難しいですかね。ちょっと難しい。あ、さあ、ここ、これはでかい。ここら痛いですね。これはでかいですね。マッツンはミスりたくない。さあ、どう？いやー、これ、うわー、でも、復旧はでかかったな。まあ、ただ、このお兄さんの残り方っていうのが、かなりポイントですよね。そうですね、ここで僕が取って、で、マッツンさん取ったら、はい、ラスト1投勝負。うおー、マジかよ。そんなとこまで決まらんことある。こんな白熱することあんねん。ドラマ作りたいんで、絶対取る。そうですね、これはドラマ作りましょう。マッツンさんは絶対取るんで。プレッシャー与えるんだよ。さあ、うわー、ありがとうございます。一番安心安全の取り方です。あ、そうなんですね。真ん中から行くとちょっとでもね、角度入ると後ろが残っちゃうんで、重いボールだとあれができる。へー、斜めから本当に。さあ、ここはマッツン取っておきたい。取ったらラストで勝負が決まると。来ました、ラスト。ここで決まると。今3ピン差ですね。3ピンマッツンが勝っているという状況。僕がストライク取って僕は8本ストライク、お兄さんがストライクで取った場合、マッツンが8本で勝利、はい、なるほど。
なのでまずはストライク、手書きでもここはストライクと。僕の方がだいぶ不利です。そういうことですね。あつー、マジで、あーマジで絶対勝ちます。これは熱い勝負だ。いや、本当今まで見たボーリング勝負で一番やばい。7本で同点。同点。これはなかなかだな。これは相当なプレッシャー。8本以上で勝利、7本で同点、6本で負けですが、さあ投げてどうだ。さあ投げてどうだ。うっと、これはどう。後ろには残って。さあ、ということで得点を見ていただきましょう。こちらでございます。なんと180-180、同点。そんなことある。サドンデスしましょう。サドンデス勝負で、あ、1フレ勝負じゃない、1フレ勝負、相手より低い、うん、スコアになってしまった時点で終了。終了。そういうこと。そうです。1フレでだからサッカーの PK ですね。なるほどなるほど、はい、え、そうやってストライクスペアだったらどうなる。まだ続けます。まだ続ける、はい、1フレの時にってことね。じゃあ合計点数じゃなくってことね、はい、1フレずつの勝負。もう勝負なってる。うわー、勝ち。松さん達成功なんで。なるほど、マッツンから。いやー、これは緊張するな。さあ、ここはなるべく大きく挑んでいきたい。おーい。さあ、最大のプレッシャーをかけました。よし。さあ、ここでストライク、まあとりあえずストライクを狙う。そうですね。10本以下なら敗北と。そうですね。すごい息遣い聞こえてきた。さあ、かつてない緊張が襲っているでしょう。憧れのマッツに勝つ瞬間が。さあ、いったこのポジションはどうなのか。素晴らしい。まだ戦いは続く。まだまだ。ありがとうございます。難すな。これはこれですごいプレッシャーだね、マッツ。いや、そうですよ。ずっとプレッシャーですよ。終わるかもというところからもう一発っていうのが。汗吹き出る。これはやばい。2フレ目でございます。サドンデス2フレ目。さあどうだ。素晴らしい。これは強い。よし。これこのまま終わらなくて2人ともパーフェクトってことないかな。ありますね。これで神動画で終わるみたい。すごすぎるだろ。本番の神動画。よし、僕もう外した時点で負けです。外した時点で負け。僕はスピアでももうダメ。あ、そうなんだ。さあ、ストライク以外が敗北ということですが、さあどうだ。マジで。マジで。すごい比率好きだ。マジかよ。これはマッツの10フレありがとうだわ。このサドンデス見れるのは。いや、そうですね。なんか失敗してありがとうって言われる。うわー、でもこれ本当プレッシャーだわ。言います。さあ、お願いします。さあ、どうだ。これは6本ってなると次お兄さんが6本以上で勝利。6か、せめて8とかね。こっちはこっちダメだし、こっちはありがとうございます。いやー、うわー、やっちゃった。こっちはお兄さんが得意とする。そうなんですよ、魔のレーンなんですよ24。確かお互いがね、あんな感じのミスをしてるからね。さあ、ここで終わってしまうのか。ああ、ウィーニング投球となるのか。シャギッシャギッター。もう完璧です。
素晴らしい、嬉しいっす。ということで勝利は両手投げの鬼さんでございました。いやこれはすごい、いやもうお互いすごいわ、お互いがすごい、これは勝利なんてどうでもいいぐらいなんか、いやもうすごいわ、めちゃめちゃ楽しい勝負すぎて、あの汗やばい、汗やばい、すごいね、これはひりついたな、いやすごい、まあ、にしてもやっぱり両手投げの鬼さんすごかった、すごかった、やっぱ勝負どころでちょっと強いね、悔しいな、勝負どころ弱いから、いや本当に、いや本当にナイスゲームでございました。すごい。さあということで、これ僕が締めちゃっていいんですか？お願いします。もう概要欄にね、これの1個前のハウスボール VS、マイボールっていうのもやってますので、ぜひそちらも見てない方はご覧ください。はい、で他にこの後でもね、企画が、もう対決とは違う企画を用意してますので、またマッツンの方を見ていただくか、まあ来週かな、どういうちょっとスケジュールか分かりませんが、マッツンと両手投げのおじさん1本ずつ企画を用意してますので、そちらもお楽しみにということでございます。はい、はい、ということで今回が、マイボール VS マイボールですね、両手投げのおじさんが見事勝利ということで、本当におめでとうございました。これもリベンジですかね。いや本当にリベンジしましょう、マジで。はい、ということで今日お二人ともお疲れ様でした。はい、OK です。いやー負けた、これはやばい、めちゃめちゃ迫力した、めっちゃドキドキしました。